はい、こんにちは、ともです。今日は春のお花の切り戻しをやっていきたいと思います。いろんなお花が咲いてるんですけれども、満開を過ぎて次の花を咲かせるために切ったりとか、来年また花を楽しむために切ったりとか、あと株が乱れてきたから切るとか、いろんな理由があるんですけれども、今テラスにあるお花で実践していきたいと思います。例えばここにあるネメシアアロマンスですね。花ついてるんですけれども、花が咲き進んでちょっと株が乱れてきて、真ん中がパッカーンって分かれて、こういう花をまた切り戻して次の花を咲かせるという作業をやっていきます。はい、ということでここに切り戻すお花を並べてみました。次の開花を楽しむために切り戻しをしようと思います。はい、まずこちらのスーパーリッサムのパープルプリンセスとスノープリンセスですね。綺麗に咲いてはいるんですけれども、結構花が咲き進んでこんな感じで伸びてきているっていうことで、こんな感じですね。花が咲き始めてどん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 咲き進んで、先端の方にお花が咲いているって状態なんですけれども、それを一回切って形を整えたいと思います。パープルプリンセスも一緒ですね。花がどんどん咲き進んでちょっと形が乱れてきたので切り戻しをしたいと思います。はい、こちらにあるフロスティーナイトの方は成長が遅くてまだ花がこんもりまとまって綺麗な状態なので、こちらは切り戻さずにそのまま置いておこうと思います。はい、それと冒頭で紹介したこちらの爆発しちゃったネメシアアロマンスとセネッティですね。セネッティもお花は綺麗に咲いているんですけれども、満開を過ぎたら切り戻しするとまた次のお花が咲いてくれるということで、満開になるのがうちのセネッティ遅くて切っちゃうと次の開花どうかなっていう心配もあるんですけれども、花柄が目立ってきて株も乱れてきたので、切ってまた少しでも次咲いてくれるといいなと思って今日切り戻しやろうと思います。はい、セネッティの詳しい育て方はサントリーのホームページに詳しく書いてあるので、そちらを見てもらえばいいと思うんですけれども、本来でしたらもう少し早い早春に花が咲いて、そこから切り戻ししてもう一度花を楽しむっていう風なんですけれども、うちはちょっと開花が遅くなっちゃったので遅めの切り戻しになっちゃいますけれど、今切り戻ししようと思います。全体の半分ぐらいの大きさに切るイメージかな。早速モルちゃんがお花を盗んでいきましたけど、切ったお花はもったいないので切り花にするんですけれども、セネッティあんまり水あげが良くなかったので、まあ3日ぐらいかなは楽しめると思います。はい、ということでこんな感じで切り戻しできました。うどんこ病になると嫌なので薬をかけておきます。それと、この切り戻しからどれぐらい復活してくれるかわかんないんですけれども、肥料も追加で与えておきます。はい、続いてネメシアアロマンスも切り戻ししていきます。節の間隔が開いてしまって徒長している部分はもう切り落としてしまうという感じで、そうですね、高さ半分ぐらいですね、こちらも切っちゃいます。寒い時期に切り戻すと枯れてしまうんですけど、もう春で暖かいのでバッサリ切っても大丈夫です。前は12月に多分切り戻しをしたんですね。それからまた満開になってくれたということで、前に切って3ヶ月ぐらい経っているっていう感じですね。ちょっと下の方の葉っぱがかびてるのでこれも取っておきます。はい、こんな風に葉っぱをめくると下の方の枯れた葉っぱがかびちゃってるっていうことで、こういう葉っぱも丁寧に取っておきます。はい、こんな感じで切り戻しできました。これ7号鉢なんですけれども、それに合わせてこんもり切り戻しをしたという感じですね。
また花芽が伸びてきて咲いてくれると思います。こちらも追肥しておきます。はい、続いてこちらのスノープリンセスとパープルプリンセスの切り戻しなんですけれども、ちょっとアリッサの切り戻す位置が分かりにくいんですよね。はい、例えばこの枝なんですけれども、この花がバババババって咲いてってるこの花柄の部分で切っても分け目が出ないので、もっと根元の方ですね、このこういう分け目があるところの上で切るようにします。とは言ってもこんだけ咲いてるといちいち一つずつ目の位置を確認して切るってことはできないので、この花柄を落とす感じで先進んでいるこの花柄の部分を切り落とすイメージで全体的に切っていきます。はい、今ここを切ったんですけど、こんな感じでお花がビロビロビロと咲いてってるこの花柄を切り落とすイメージですね。この葉っぱがあるところで切っていきます。はい、スーパーアリッサムスノープリンセスもこんな感じで切り戻ししました。お花は一時的になくなるんですけれども、生育旺盛なのでまだぐわって咲いてくれると思います。あんまり寒い時期にやっちゃうとダメージというかストレスがあって枯れちゃうってこともあると思うので、今の時期ですね、桜が咲き始める今の時期がちょうどいいかと思いますので、よければ皆さんも参考にしてみてください。こちらも肥料をやっておきます。はい、スーパーアリッサも切っていいと思ったんですけど、鉢植えだとこういう風に下にしだれてくるので、この下の方の枝っていうのはとてもこんな感じで六六分になってて、花柄が長いのでバッサリここを切り落とす必要があるんですけれども、中心の方はそこまで伸びてないんですね。ですのでこんな感じで摘む程度でいいのかなと思いますので、こっちのスノープリンセスもそうなんですけど、中心はそこまで深く切らずにこの横のぐわって伸びてきている花柄の部分はバッサリ切るような形で切り戻しをしていきます。とりあえず切り戻しは一段落ついたということで、セネッティとネメシアロマンスとスーパープリンセス、スノー、スーパーアリッサムスノープリンセスとパープルプリンセスの切り戻しをしました。普通のアリッサムでしたら伸びてきた、花茎をプチって手でその都度摘んでいくっていう感じのお手入れでいいと思うんですけど、スーパーアリッサムはすごく大きいのでブワッて咲いてくれたので、もうバッサリ、ハサミでジョキジョキと切っちゃいました。セネッティは切り戻しが遅くなったので、この後どれぐらい咲いてくれるかわかんないんですけども、ネメシアもスーパーアリッサムもまた2度目の満開を迎えてくれると思いますので、今の時期に切り戻すのがおすすめです。とは言っても地域とかお花の状態によっても違うと思うので、よく観察して切り戻ししてあげてください。はい、続いては形を整えるための切り戻しを紹介したいと思います。今ここに持っている鉢がチョコレートコスモスチョカモカの鉢なんですけれども、去年満開にブワッて咲いてくれて、今はこんな感じでバッサリ切り戻しした後なんですけれども、はい、こんな感じで根元から新芽を芽吹かせるためにバッサリ切り戻しをしました。だんだん地上部が大きくなりすぎて株がパッカリ分かれることもあったので、結構バッサリ根元から切ったっていう感じですね。枝を切るとその下の方から新芽が生えてくるので、形を整えたいっていう場合はこんな風にバッサリ切るのもありだと思います。はい、こちらは寒くて落葉してしまったフクシアエンジェルスイヤリングなんですけれども、よく見ると新芽が芽吹き始めてるんですね。でこれも実はもっとブワッて下まで枝が長く垂れ下がってたんですけれども、新芽が出てきたのを確認してその新芽の上で切って形を整えました。寒い時期に切ってしまうと枯れることもあるので、必ず
新芽が動き始めてから切るようにしてあげてください。はい、続いてパンジーとビオラの切り戻しについてなんですけれども、例えばこちらのフィオリーナ、今たくさんお花を咲かせているんですけれども、暖かくなってやや徒長気味でこんな感じで茎が伸びてきてるんですね。徒長したパンジービオラをバッサリ切り戻すと、また形が整って長く楽しめるっていう方法もあるんですけれども、僕はあんまりパンジービオラの切り戻しはしていません。というのも、パンジービオラの後に春夏苗、ペチュニアとかが控えてるんですね。ですので、そこのバトンタッチを速やかにしたいっていうことがあって、例えばこれを一回切り戻すとお花がない時期があって、そこからまた咲いてくれるっていうことで、開花が後の方にずれ込んでしまうので、それだったら今の状態を限界まで楽しんで、もう形が乱れたらもったいないですけれどさよならして、春夏内に切り替えるっていう方法で、うちではスペースの問題もあるのでやっています。はい、こちらウッドプランターの様子なんですけれども、パンジービオラは切り戻さないとは言ってんですけれども、これだけぎゅうぎゅうに植えてると、日を求めてどん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 徒長してくるんですね。そうすると横の植物に覆いかぶさったりとか、株が乱れてきてっていうこともありますので、全体的にバッサリ切り戻すというよりは、横の植物に侵食している部分だけ、切るということを、今からやっていきたいと思います。リーフにかぶさる分はいいんですけど、例えばこの横のデイジーにかぶってくるとデイジーも日照不足になっちゃいますし、風通しが悪いとデイジーもうどんこ病になりやすいので、その部分を重点的に切っておこうと思います。こんな感じかな。これで少しすっきりしましたね。こちらのビオラも奥にウィンティーがあって、手前にビオラがあって、間にアネモネがあるんですけど、このアネモネが少し窮屈そうなので、このビオラの後ろの方を少し枝をすいておこうと思います。はい、ここもう切っちゃったんですけど、リシマキアリッシーとベアグラスが植えてあるんですが、このベアグラスが年々すごく株がでかくなってきてるので、この根元の方が窮屈になってるんですね。ですのでここをちょっとめくってもらえると分かると思うんですけど、ここの部分の葉っぱをこうやって掴んでバッサリ切り落としました。それでここにスペースができて、株分け本当はした方がいいかもしれないんですけども、いちいち掘り起こして分けるのもめんどくさいので、一部を切り落とすって形で対処しました。これが仮にもっと後ろの方に侵食してたら、その部分を掴んで切って、ちょっとそこをハゲ隠ししてっていう風でやったと思います。はい、このピンクのビオラもそうなんですけど、わかるかな、この奥にデイジーがあるんですね。ビオラに比べてデイジーは株が広がりにくいので、デイジーの上にこういうビオラが覆いかぶさってきているので、ここのビオラも少し切っておこうと思います。はい、こんな感じでここのビオラが侵食してきていたのを切って、デイジーがしっかり日が当たるようにすることができました。ウッドプランター結構多めに植物を植えてちょっとぎゅうぎゅうになっちゃってきてるんですけど、このぎゅうぎゅうさ加減が個人的にすごく可愛いなと思ってるんですけれども、それぞれの植物少しずつ調整してあげるとうまく育ってくれると思います。はい、ということで今日は春のお花の切り戻しをやっていきました。お花の種類とか成長具合によってもやり方が変わってくると思うので、よく観察して切り戻しをしてあげてください。
うちだとこういう風にやってますとか、こんな風にやるといいですよとか、そういうことがあったらコメントで教えてもらえると嬉しいです。このチャンネルが参考になったよって方は、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。チャンネルメンバーシップもやってますので参加してもらえると嬉しいです。今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。